どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレガズモデルとシンプル簡単バージョンでは初めてウクレレコンサートモデル、この2本を使っていろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ今日もいろんな音楽挑戦していきましょう。その前にちょっと3つお知らせです。はい、まずこの紫色の本が出版されました。皆さんこれゲットしてください。100曲入り、めちゃくちゃ楽しい楽譜集になっております。はい、そのお知らせに、2年ぶりにガズレレイベント開催です。はい、見てください。スケジュールを言っていきます。8月18日仙台、9月の2日名古屋、9月の9日吉祥寺は、ありがとうございます、チケットソールドアウトです、売り切れました。10月21日、大阪梅田でやるんですけど、こちらもありがとうございます、チケットが完売になりました。はい、その次11月2日の横浜でございます。つまりこの3つ、8月の仙台と9月の名古屋と11月の、横浜チケットございます。ぜひ皆さん会いに来てください。はい、詳細はここのリンクと概要欄に貼っておきます。あと3つ目はですね、はい、いつも使ってるこの G ラボのウクレレたち、この G ラボのブースがですね、今週末の、7月16、17で行われる横浜大桟橋で開かれるウクレレピクニックというイベントに、ブース出展が決まっております。皆さん思想したりいろいろ試し弾きできるんで、ぜひ伺ってみてください。概要欄に貼っておきます。さあ今日もいろんな曲に挑戦していきましょう。今回取り上げたいテーマソングはですね、いろんな意味でですよ、今話題になっている、曲をお届けしたいと思います。はい、キャナイさんのバニラということでございます。これはですね、今どんな意味で話題かっていうのは、いろんな要素で話題なんで、皆さんそれぞれのお調べくださいませ。はい、でも曲としてはですね、こうスピッツを彷彿させる、すごいキュンとするくるストレートなラブソング。はい、これはですね、ウクレレに結構ぴったりだと思います。いつものように2バージョンでやっていきます。はい、最初のバージョンはもちろん初心者さん向け超簡単シンプルバージョンですけど、これはですね、なかなかね、面白い曲だなと思います。あのコードは簡単にアレンジしてますんで、なかなかいけると思いますよ。後半はかっこいいバージョン。かっこいいバージョンはやっぱりあの独特なリズム感ですね。あれをちょっと盛り込んでかっこいいバージョン、やってみようと思います。はい、2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽を始めましょう。音楽ってですね、聴くのも最高ですけど、やる方がもっと最高なんです。今まで音楽やってみたいなと思ったけど、なかなかチャンスがなくてという方や、挑戦したことあるんだけど、もう挫折しましたみたいな方、あっという間にできるようになるのが、この今ご覧いただいているガズレレのウクレレの、方法なんでございます。もうちょっとしたらですね、ここにね、リンクを貼ります。やってみたいなと思われた方、ぜひここに行ってみてね、やってみてもらいたいんですけど、このリンク先はですね、こうリストになってまして、上から順番に動画見てウクレレ触ってるだけでどんどん演奏できるよということなんですけど、これがものすごい勢いでもう皆さんにあのシェアされておりまして、もう何十万人の人がウクレレで音楽スタートしてます。皆さんすぐできますからね。それではここのリンク行ってらっしゃい、クリック。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためた曲、もう1800曲以上、課題曲もあります。皆さんの好きな曲もきっとあると思いますよ。いっぱいあるんで、もしね、こんな感じで調べてみてもらうの最初いいかもしれないです。やってみたいなと思う曲名と、スペースガズレレと言って、YouTube で検索する。これがね、いいかと思います。さあ、それではやっていきましょう。今、あらゆるところで賑わしているキャナイさんの、曲、ラブソング、バニラ、ガズレレルシンプル簡単バージョンの方から、やってみます。君のこと愛してる心が
バニラガゼレレ流シンプル簡単バージョンゆっくりやってみました。いやーもうほんとなんていうのかな、ほんとこうな柔らかいストレートなラブソング、これはもうスピッツのねこう流れを組んでいるね、こう時代ってこう回っていくなというのを思い知らされますけれども、はい、気持ちよく歌っていきましょう。今ご覧いただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンで一番全部やった後にもう最後のエンディングとしてサビをもう一回繰り返したというようなオリジナルアレンジになっております。まずはこの、ね、ガズレレシンプル簡単バージョンアレンジで練習してください。慣れてきたらいずれコード進行はね一緒ですから、2番の歌詞書き加えてオリジナルの楽譜を作って練習していただくのがいいと思うんですけど、最初はねガズレレバージョンであのポイントのところは押さえてるんでやってみてください。ガズレレの動画には歌詞とコードが出てますから、それを見ながら練習スタートしていただいて、まずはね1個目のゴール設定としてはガズさんの簡単バージョンと一緒に合わせて演奏できたらもうすごいと思いますよ。はい、できるようになった方おめでとうございます。次のステップどんどん行きましょう。次のステップっていうのは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに皆さん一人だけで歌を歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初から歌詞とコードを全部覚えていくのっていうのはなかなか至難の技でございますから、最初は楽譜的なものを見て何回も何回も練習して自分の体の中に落とし込んでいって、いずれは覚えちゃって大空に向かって歌う、こういうのがいいと思うんですけど、でも楽譜ってどこにあるんだろうという声が聞こえてきそうですけど、安心してください。今のガズの演奏ですね、このノート、はい、もう今32冊目ですけど、これに書き込んだ、自分で書いたこの手書きの楽譜を見ながら今演奏していきました。もうちょっとしたらですね、これをが、画面にこんな風に大きくとしてみんなもこんな風に書いてみたらいいよってシェアしようと思うんですけど、今とってもいいサービス、これが始まってます。ガズクラブ、このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げたバニラを含む今までガズが書きまくってきたもう膨大な数のね手書きノート楽譜のストックがあるんですよ。その中から毎月皆さん5曲をお選びいただいて、いいなこの曲やってみた、憧れの曲みたいな選んでいただいて、毎月5曲即座にお手元にデジタルデータとしてダウンロードしていただけると。この楽譜はもちろんね、すべてガズレレ YouTube のレッスン動画と関連づいてるやつですからね、はい、すぐに練習入っていきましょう。これ画期的なサービスなんでお願いします。そしてこのガズクラブはですね、楽譜の動画ダウンロード5曲だけじゃなくて、はい、いろんなコンテンツをやっています。毎月2回行われている全世界中から参加があるガズクラブメンバー限定のオンラインライブセッション大会、ガズオン、これ毎月2回めちゃくちゃ盛り上がってます。ぜひ皆さんガズクラブ入っていただいて、楽譜の他にこのライブイベントも盛り上がっていきましょう。でちょっとこれとは違う流れなんですけど、このガズレレ大学というものも始まっています。こちらはですね YouTube メンバーシッププログラムということで、毎月590円の活動費を頂戴して毎週2回のライブ配信による講義です。いつもテーマ曲を決めてものすごい深掘りしています。で質問もし放題です、そのチャットでね、はい、こちらもかなり盛り上がってます。このパソコンでこのね動画見てる方、ここにメンバーになるというボタンがあると思うんですけど、このメンバーになるというところに入っていただくと、そこに参加できるようになっております。そしてこのガズレレ大学はですね、すごい結構深いことをやっていきますんで、始めたばっかりの初心者の方はちょっとね押し付けないかもしれないんで、ガズレレプログラムで16ビートぐらい練習してるできるようになったらね、まあ、入ってくれるのがいいかなということでお勧めしております。ぜひぜひチェックの方よろしくお願いします。あとねラジオ配信をしてるんですよガズって。
毎朝7時半からスタンド FM というアプリ内で、ガズラジと称してガズが毎朝毎朝歌といい話をしております。こちらどなたでもただでいつでもどこでも聞けるというものなんで、ぜひ皆さんガズラジ聞いてみてください。さあ、それでは楽譜の方を見ていきましょう。バニラキャナイさんです。今話題騒然です。いろんな意味で話題騒然。はい、やっていきましょう。イントロなんですけど、このイントロだけですね、ワンブロックの表記がちっちゃくなってますね。これ注意しておいてくださいね。イントロはサビと同じコード進行になってますんで、分かりやすいと思います。ちょっと慣れてきたらこの辺もね、ワンブロック2個ずつだけどいけると思います。今ここ A の1番までこんな風に映しておくので、画面にね、一時停止してお時間の方はノートに書き出してください。それかですね、さっき紹介させてもらった、ガズクラブに入っていただいて、この楽譜そのものをデジタルデータとしてダウンロードしてもらうのもすごく有効だと思います。ガズロンドノートの特徴はいつも言ってますけど、歌詞の上の点とか、これね、あ君のことを愛してるというような感じで、この点と V でですね、リズムが分かる。あと歌詞カード表記にはないこの音を伸ばすというところがですね、なかなかこれはいいガイドになっております。はい、ぜひぜひご活用ください。お時間ある方は一時停止でノートに書いていきましょうと。はい、で一応言っておきます。このくるっと囲っているやつは下の段はかっこいいバージョンで弾くコードだよということで、これこっちも簡単コードなんですけど、ちょっとねシンプル簡単バージョンはより分かりやすくするんで、ここやってますけれども、あれどっちでもいいと思いますが、かっこいいバージョンは下にくるっと囲っているコードですよということをお伝えしておきます。はい、今 A メロのとこはいいかな。はい、そしてこの B メロですけど、ここちょっと見てもらうと8ビートの茶が半分ということで、かっこいいバージョンではこのここはね、ちょっとリズムのね、あのノリを変えております。はい。あと、ここにですね、ほら、ここも、簡単バージョンは F1 個なんですけど、ここ、かっこいいバージョンの F と Fm というコード、これを使っていくということで、こことここがちょっとコード進行、かっこいいバージョンと、まあ、違うとこかなというふうに思います。で、ここからサビになるんですけど、ちょっとこれ見てもらうとですね、ここ、さっきも言ったように、コード進行はこれと、イントロと同じコード進行で歌っていくんですが、ちょっとここ見るとタタタタとかこう書いてあるんですけど、ここ見て2回目伸ばすって書いてあるんですね。これ繰り返すんですよ、要はサビをね。でちょっと解説していくと、イントロから A メロやって B メロやって1回目のサビは普通に弾いていきます。普通に弾いていって、これ終わったらここまで来たら、はい、見て丸1っていうのは1回目に来た時はここ間奏として C と G7 これ矢印書いてあるから後で解説していきますけど、こういう風にリズムを入れてもう1回サビ繰り返します。で2回繰り返した時にはここ伸ばす、音を伸ばすですね。今簡単バージョンも伸ばしてましたけど、ここで伸ばしておいて、ここからリズムが入ってきて、また最後のこのバースに行って終わるようで、最後ここ来たらですね、ここ来たらここの丸に見て F G7 来たら、ここですね、イントロフレーズをやって終わる。イントロフレーズっていうのはこれですね。ここで、ウォーウォーウォーって、ウォー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 って言ってエンディングをやって終わるというのが、ガズレレのアレンジ団でございます。でですね、ちょっとここポイントになるのが、ここの、サビに入る一番最後の、B メロの一番最後のこと、こう、ツタタタタタとか、こういうの、ツタタタタタって結構入ってくるんですよ。これは見てもらったらね、かっこいいバージョンすぐわかると思うんですけど、曲としてはすごくシンプルです。で、ここのところは2回目、ダダダダダって、これもダウンピック、これもね、後で解説していきますけど、そしてここちょっとご注目なんですけど、ここ G7 のとこ、ここ、F と G7、ワンブロックに2個入ってるんですけど、ここ伸ばしてから、ここ、決めって書いてありますね。ここはね、ちょっとかっこいい決め入るんで、後で濃厚解説していきます。かっこいいバージョンの解説で解説します。曲としてはですね、もう本当にね、めっちゃシンプルで、歌いやすいと思いますね。はい。そういうところもね、こう、スピッツ感が漂っているところということで、これがまた皆さん共感を呼んでいるんじゃないかなというふうに思います。はい、これがバニラという曲のね、なんかすごい、いいところ、みんなで一緒に歌えるようなところだというふうに思います。はい。ここのちょっと、ここややこしいよね。丸1は1回目。はい。この C と G7 をやって、サビもう1回戻って、2回目は伸ばして、2回目来たら今度丸2の、ここから行ったらここ、エンディングとしてイントロをやった。はい。こんな風でございます。出てくるコードを確認しましょう。これ赤く囲ってるやつはかっこいいバージョンで出てくるんで、ひとまず隠しておいて。この D7 もね、ちょっと本当はこうなんで、今のシンプル簡単バージョン、実はコード5つなんですよね。C と Am と F と G7 と Em7 だけでできました、今。シンプル簡単バージョンは。はい。入門コード5つで今やったんですけど、かっこいいバージョンではちょっとこれだけ、もう一緒に紹介したいです。D7。ここで出てくるんですけど、これちょっと聞いた時にね、ちょっと入ってた方がかっこいいかなと思って、これかっこいいバージョンで入ってます。この D7 も入れて、入門コード5個でできるんですけど、これもかっこいいバージョンで出てくるコードですけど、今映ってるこの6個はめっちゃ簡単入門コードのグループなんで一緒に紹介させてください。これです。ガズレレ必須コードでございます。これ一体何かというと、このちっちゃいウクレレで音楽を始めてみたいなという人に、一番最初に覚えてもらいたい入門コードね、10個のグループなんですよ。10個もあるのかと思うかもしれないんですけど、これね、入門コードだからどのコードもめっちゃ簡単。だけど10
個いっぺんに頭に入れようと思って覚えようとするともうごちゃごちゃに混乱するんで、私が皆さんにめちゃくちゃ覚えやすい、もう分かりやすい動画撮ってます。ここにその動画貼っとくんで、これ必見ですよ。この動画見たら楽しい、面白くコードを覚えられるようになりますんで、なるべく早く覚えていきましょう。今日は今のシンプル簡単バージョン、そのうちの5個だったんですけど、半分でできちゃったよということなんですけどね。で、かっこいいバージョンではここにちょっとコードが加わってきますということで、じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていこうと思うんですが、この曲はですね、さっきも言ったけど歌のキーポイントとしてはですね、本当に、歌いやすいと思います。で、テンポもミドルテンポなんですよ、いい感じの。なんだけど逆に焦っちゃってリズムがどんどん勝手に速くなっちゃうというところに落ち着きやすいので、なるべくこうゆったり気分で演奏していくのがいいかなというふうに思います。じゃあここからかっこいいバージョンの解説入っていきましょう。かっこいいバージョンはコードがだからもう1個追加というかね、2個追加というか、 D7 はねもう入門コードのグループで出てきたんで、まあ今回紹介ですけど、もう1個このコード出てきます、 Fm。 この Fm っていうのはね、押さえる場所一応言っとくと、こことここと、ここなんですね。こうやって押さえるか、あるいはこうやって押さえる。で、Fm 押さえるのを、これ解説するの、ちょっとね、時間かかるんで、この Fm、めちゃくちゃ詳しく解説してるよっていう動画のリンクが、貼っときますね。ここに貼っとくんで、ぜひ、この動画を見てね、Fm ちょっとどうやって弾くんだろうってわかんない方、この動画めちゃくちゃ参考になりますね。それを見てちょっとマスターしてみてください。はい。で、今日はどんどんね、リズムの解説に入っていこうかなというふうに思います。今日はなかなか、シンプルなリズムです。ございます。はい、こちらです。ドン。8ビートのチャト。8ビートのチャ半分という、この2つのリズムで、弾きたいと思うんですけど、これは今日はね、本当に気持ちがいいですよ。こう、心地よいミドルテンポのドライブ感、心地よいスピード感、これを体感できると思います。はい。今映ってるこの2つの弾き方の、ここにちょっとリンク貼っとくんで、ここ注目。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガゼレレホームページの1枚で、そこにね、この2つのそれぞれの濃厚解説レッスン動画がもうアップロードされておりますので、じっくり穴が開くほど見ていただいて、このビート、リズムマスターしていただきたいと思います。8ビートのチャっていうのはガズレレでも一番実は多く出てくる、一応ロックの基本のビートみたいなところありますからね。一応おさらいしておくと C ではこうやっていきます。ドンチャッと、このチャッという音がドラムのドンパッとツッとパッと、スネアドラムっていうんですけど、これを再現してる打楽器の要素が入ってます。で、この8ビートのチャが半分っていうのは、今ドンチャッドンとチャ、これが半分になるから、ドンダドンドチャッダンダダンダチャという感じ、リズムがどんと落ちるイメージになりますね。はい、この2つを、こう応用してやっていくということなんですけど、この切り替え結構楽しいと思います。じゃあ普通のところとか A メロとかイントロとかはもう普通の8ビートのチャでいくんですよね。あー君のことを愛してる心か、こんな感じでもう軽やかな感じで、でもちょっとドライブ感がありつつ心地よいね、この感じ。8ビートのチャーが本当に生きる曲だと思います。で、この流れでずっといって、B メロで傷つけて、ここで8ビートのチャーが半分にドンとリズムが落ちる感じになりますね。そこちょっと表現してみる、見ようと思うんで、A メロの一番最後から B メロの前半までやってみようと思います。二人は笑い合えたとこからやってみると。せーの、さあ、二人は笑い合えた。次ですよ。はい、ここ。傷つけて、ほっとけそう。こんな感じですね。はい。ドン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 、こういうリズムが一回ゴーンと落ちる感じですね。はい。で、その後、もうちょっと流れでやってみると、それでも、今も君は僕のそば。F から EFm 行って G7 って、ここで、チャッタ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 。はい。このチャタタタ、このツタタタタって書いてあるのは、一回チャを入れて、ダダダダって。これは結構簡単だと思いますね。そしてこの後サビに入っていきます。せーの。あー、君のこと。ここはイントロと同じコード進行で、このミドルテンポの8ビートのチャで力強くグイグイと行きましょうということでございます。ということですね。で、サビの、途中のところにもチタタタタって入ってきたりとかするんですけど、1回目のサビが終わった後に、こういう感想が入ってきますね。C ってワンブロック C なんだけど、矢印が入って C から C。で、G7 から矢印 G7 になってるじゃないですか。これはですね、どういうことかというと、決めとしてこのシンコペーションを使いたいんで、ちょっと、サビの一番最後のところやってみましょうか。一人で二人で感じ合いたい。その前にそうだ。一人で二人で感じ合いたいの、会いたいのところに決めがありますね。一人で二人で最後、サビ最後やってみましょう。せーの。一人で二人で、こう伸ばす感じ。今の分かった。これ言葉に合ってるんですけど、これ2拍3連というリズムでございまして、タンタンタンです。この F と G7 伸ばす決めんというところをやると、感じ、会いたい。わかった？うん、タン
はい、ここですね。で、その後に今ちょっと言いかけたシンコペーションのこの C、C とシンコペーション C、G7 とでなってきます。ここをやちょっと通してやってみましょう。一人で今言ったところから、せーの。一人で、二人で感じ。みたいな感じで同じコードなんだけど、決めとしてダンジャパンダンダンジャパンみたいな感じで、これをシンコペーション前にどんどん食い込んでる感じをちょっと表現して、表してみましたと。で、あとはこの後はね、あの見てもらえば分かると思います。伸ばしながらやって、で、あ、袋そうだ、後半が焼くと遠くで、これ繰り返したサビのね、あの2番目のとこね、遠くで近くで混ざりだだだだだ最後のサビに流れていって終わるよということでございます。で、2回目のサビはまたイントロの部分をエンディングとして、ウォーウォーウォーとこうエンディングとしてやって終わるという、そんな構成になっております。ちょっとこうキメがね入るとまたこうギュッと引き締まるんで、ちょっとあの練習していただいて、慣れてきたらこのキメみたいなのも入れていただくとですね、さらにかっこよくなるんじゃないかなと思います。まあでもこの曲は結構基本やっぱりちょっと脱力した感じで、こう思いっきり力いっぱいというか、もうエネルギッシュっていうよりはちょっとこう落ち着いたリラックスした感じ、こう心地よいこのドライブ感で、この感じが大事だと思います。いつも言ってることですけれども、この歌詞の世界観とか読み解いてもやっぱね、やっぱラブソングですよね。人間のやっぱり情動の中でやっぱりすごく強いなという感じで、こう青春と言いますかね、こうやっぱりそういう思いとともに歌、音楽は感情表現ですから、そういう思いも忘れずに、このほっこりした好きだよという気持ちとこのビートのリズム、これをこう一体化させて歌っていきましょう。はい、それではやっていきましょう。キャナイさんのバニラ、ガズレレルかっこいいバージョン、やってみる。いろんな意味でこの話題騒然のこの曲ですけれどもですね、やっぱりもうシンプルで歌いやすくて、素晴らしい
いい感じのウクレレに、またこれ合いますよね、このビートの軽やかなビート感が。ぜひ皆さん挑戦してみてください。さあちょっとお知らせです。ちょっと冒頭にもお知らせしましたけど、ガズレレ2年ぶりのイベントということでご紹介させていただいてるんですけど、本当ありがとうございます。9月の9日と9月の9日の東京吉祥寺と10月21日の大阪、梅田なんですけど、ソールドアウトです。皆さんありがとうございます。とはいえまだあと3会場、まだチケット予約受け付けておりまして、旅に出ましょうよ。まず8月18日仙台です。皆さん、ずんだ餅と、牛タンと、笹かまぼこを食いにグルメツアーと一緒にで、いやなんか来るのはいかがでしょうか。夏休み中ですよ。8月18日9月の2日は名古屋です。名古屋といえばもう手羽先とですね、あと台湾ラーメンとですね、と食べ物ばっかりなんですけど、ウイローとかありますからね。はい。で11月2日は横浜です。横浜といえば中華街だとかね、いろんな美味しいものありますから、あの中松とかまで行くとね、もうおしゃれな店もいっぱいあるし、そんな感じで他のものとこう抱き合わせでこうガズレレツアー参加するいかがでしょうかということでご案内中です。概要欄にリンク貼っておくんで、ちょっとしっかり見ておいてください。あとそれとこの本ね、紫色の新しい、簡単ウクレレソングブック4も大好評新発売になりましたんで、はい、100曲入りのもうね名曲ゾロです。こちらもゲットの方よろしくお願いします。あと皆さんこれ入ってますか、ガズレシピという、アプリがあるんですよ。ガズレレのガズレレではですね、アプリもあるんですよ。楽譜が見れるようになってます。ぜひ皆さんまずスマホとかタブレットにこのアプリを入れるのは無料ですからね、入れてください。で無料で見れる動画もあるんですけど、この中でもう何ブロックもガズが取り上げてる曲の楽譜がそのスマホとかタブレットで見れるんですよ。自動スクロール機能とか、あのメトロノーム機能とかもついてる、めちゃくちゃ便利なアプリがあるんですね。でこれはこの度新しい曲また40曲追加されて、かなりの曲数になってます。ちなみにガズレシピで、載せている楽譜っていうのは、リッドミュージックさんの簡単版だけじゃなくて、簡単版とかっこいいバージョンが両方載っている、またねオリジナルのデザインされた見やすい楽譜になってますので、とにかくまずアプリをダウンロードしてもらって、もし気に入ったらその曲1曲からでもブロックでも買えるようになってます。そしてですね、なんとこのガズレシピの楽譜の本当の本のバージョンも今発売しております。こっちもめちゃくちゃ大好評でございます。 Amazon でご購入いただけるんで、ぜひともちょっと Amazon でガズレシピとちょっと検索してみてください。あとですね、期間限定で発売しているウクレレはもちろんのことですね、ここにいつも挟まっているガズ両親手作りの水引きだったり、キャップだったり、ストラップだったり、T シャツだったり、いろんなグッズとかもあります。まずこのガズレレ .com、このホームページを見てくださると、いろんなものがね、載ってますので、ぜひ見ていただきたいのと、あと、最近ガズがもう一個始めてる、ピアノのレッスン動画、どんな方でもあっという間にすぐに弾けちゃう、ガズピアノという YouTube チャンネルも、こちらも結構盛り上がってて、かなり面白いことになってます。これね、クレレ始めている方にめちゃくちゃおすすめです。鍵盤楽器が夢のように簡単に、まさに皆さんがウクレレで簡単に音楽をされたように、今度は鍵盤でもできるようになってます。こっちもぜひご注目ください。それでは皆さん楽しく音楽やっていきましょう。ガズレレガズピアノ両方であっちからこっちから音楽を楽しんでいこう。皆さんバイバイ、ごきげんよう。